小原純現在は、ペットロス症候群を研究する、心理師。現在は、予防医学の研究も行っている。現在は、小原純英語表記は、淳、三浦小原北海道出身。東北地方の上主である旧家に生まれるが、性同一性障害のため成果の戸籍を抜け、現在の性は養子に入って、異等性になり、救命も読み方は同じだが男性と混同しないように、 字を変えている。英語表記では旧姓をミドルネームに使っている。長年連れ添ったパートナーと養子縁組を解除。現在、事実婚をし旧姓に戻った。英語表記は、ジューン、三浦小原札幌学院大学人文学部、臨床心理学科卒業。戸籍上男性として生まれたが女性として、生活をし、性同一性障害に関する講演会を、 行っている。女性として生きる、性同一性障害を抱える人に対し、パスドの向上活動を開催する。また現在は、心理カウンセリングを行いながら、新旧止としても活躍している。新旧止の資格取得する背景に、性同一性障害を抱えるということは、生きていく上で、たくさんの障害に直面することがある。まず、経済的に自立することが大切だと思った。 また、資格を取得の際、普通に女子学生として在学できたことに感謝している。しかし、資格取得の際、性別欄は男性につけざるを得なかった。とても違和感があったが、それでも男女という書類欄がただの記号だと思えば苦痛ではなかった。と当事者を対象とした講演会で語った。現在は起業家として活躍。同時に、 大学院博士課程に在学している。芸名ジャスミンとして、HBC 深夜番組、天然社準レギュラーで出演するなど、タレント活動も行う。北海道情報誌、ステ買いに、恋愛のコラムを連載。2000年に突然姿を消す。札幌学院大学を卒業後、2008年10月18日に、北海道夕張郡長沼町ポロナイクリニック、内にて、 単独での講演会を開く。2008年10月24日、放送、STV、ドサンコワイドニュースにて、大学生活の様子を紹介している。2010年2月14日性同一性障害の、パスド工場のため、義母に優しいお店を、北海道新聞生活面にて掲載。2015年4月18日日と2015。 性同一性障害の人に配慮した新球員を営むに掲載される。2018年、北海道夕張郡栗山町の栗山公式サポーターに認定。町おこしボランティアとして、急性で活動している。http、北海道心理 webfc2.com、北海道新聞2010万214。 pdf h t t p コロンスラッシュスラッシュ s e i j u n s h i n k y u ドットウェブドット f c 2ドットコムスラッシュ f o r g i d ドット h t m l クリアマチョウ役場ホームページ h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w ドットタウンドット k u r i y a m a ドット北海道ドット j p スラッシュ d o c s スラッシュ二零一八零三零零零零二七スラッシュ。 ありがとうございます。